いきなりですが、映像を見ながらこのワネコトークの説明をしていきたいと思います。実はこれ NEC が開発したワネコトークといって、首輪に装着するだけで猫さんと手軽に LINE でやり取りできる商品なんです。この LINE グループにはママも入っていて、常にパパとラッキーの様子をチェックできちゃうんです。今日紹介したこのワネコトークなんですが、 LINE でトークしている裏側でセンサーが猫ちゃんのデータを集めてるんです。そのデータで健康管理までできちゃうんです。このセンサー、実は動物病院が作った活動量計を使っていて、いつもと違う時や活動が減ったらお知らせもしてくれるんです。できます。はい、行きましょう。会話が成立しなくてもどんな様子か想像できて、留守番させてる時の心配を少しでも減らすことができます。